なんだろ。姉ちゃんはどこだ。やんのか。姉ちゃんに合わせろ。健太。ちょっととつまみ出せ。こら、お天神行け。行かねえと小僧の首と胴体離れちまうぞ。ギル、よく聞け。花はな、娼婦宿に売り飛ばすんだ。兵隊さんのために体投げ打って働くけなげな女になるんだよ。てめえらなんか二度と合わすわけがねえだろうが。いいえ、何立たせる。どうした、タイガー。どこだ。あっち。なんだてめえは。四人か。小僧、助っ人を連れてきたってわけだ。やめろ。かわいがってやれ。
やってんだ、さっさとやってめ。ほら、ほら、あなんでござら、なんて様だ。俺のせいなんだ。小僧を盾にされたか。酒を飲んでるのか。ああ、酒はうまい、女もいいもんだ。俺は現実というものを初めて知った。義龍、潔癖なままで生きていけない。世の中はいいものと悪いもののごったにだ。強くなるためにはそのどちらも加わればならない。相変わらず馬鹿正直な面だ。さっさとどっか行け。腕は落ちてないようだな。義龍。義龍。なんで強いくせにあの人みたいに相手をやっつけないんだよ。そしたらこんな目に遭わなかっただろ。あいつら悪い奴らじゃないか。ギリューは大馬鹿だ。ああ、俺は馬鹿だ。大馬鹿だ。座ってろよ。ギル。ギル。Thank you.
待ちしておりました。良い子が揃っております。どうぞお品定めを。どうぞお入りを。これを。おお。これはなかなかの一品。明日も仕事だ。今夜は控えめに3人ぐらいにしとこうかな。なあ大文字。な、何者だ。俺たちは相当痛めつけてやったんですがね。ちゃんと川に放り込んできたんだろうな。それはもちろん。なあ、なあ、娘たち全員さらっていくとはいい度胸だ。警察を動かしてすぐに居所を調べさせろ。はい。ただし警察には手を出すなと言え。は。義龍は憲兵隊が処分する。しかしそれはこの俺にあんな恥をかかせたやつを生かしておけるか。承知しました。帰る。は。今日は隊官が東郷の道場に乗り込む日だ。あの二人の戦いはぜひこの目で見ておきたいからな。はい。来た。最初から娘を奪うのが目的だったんだ。隊を返してくれって頼みに行ったら下っ端野郎が得意になって喋りやがったんだよ。ちくしょう。父ちゃん。どうした。